まるで世界も私の誕生日を祝福してるみたいだわ。おはよう、ヘイリカちゃん。なんだかご機嫌だね。もう朝食の準備はできてるぞ。それに今日は。お邪魔しまーす。朝から訪ねたりしてすまないな。あれ、なんでカズマたちまでいるわけ？なんでって朝ごはんを一緒にってお呼ばれしたから。本当にそれだけ？今日は特別な日だからじゃない？今日が特別？ほらほら、かわいいかわいい誰かさんのほら、お誕生。さっきから何を言ってるんだ？え？俺たちはさっきクエストから帰ってきて、シエロに一緒に朝食でもって誘われただけなんだけど。嘘、みんな私のために集まったんじゃ。いや、だから朝食を一緒にって。過ぎたか。その容赦のなさ、私には望むところだが、他の女性には少々刺激が強いかもしれないな。そうですよ、サプライズとはいえ素っ気なさすぎです。そうだ、サプライズのため覚えてないふりをするのは構わないが、傷つけろと言ってはいない。わかってるけど、あんまりうざいアピールしてくるからつい。落ち込まないでエリカ、本当はケーキも用意してるし、プレゼントだって。え？ケーキ？プレゼント？ちょっと、それって誰の誰の？ねえねえ、かわいい誰のため？誰へのサプライズ？エリカちゃん、誕生日おめで。切り替え早いな。あー、もう、じゃあ行くぞ。誕生日おめでとう。サプライズなんて驚いちゃった。みんなありがとう。今年のエリカちゃんは一層可愛くなるわね。この素晴らしい